どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでもう楽しい歌どんどん歌えて弾けるようになるよということでレッスン動画日々公開しております。今日ももりもり始めていきますよ。今日もこの G ラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレを使ってレッスン始めていきます。この初めてウクレレは Amazon でゲットできますからね。はい、そしてですねちょっとお知らせ、今週末の3月12日渋谷のタワーレコードでガズさんに無料で会えるイベント開催です。詳細は概要欄に貼っておくのでぜひ見に行ってくださいね。さあ今日のレッスン入っていきましょう。今3月ですけど卒業シーズン真っ只中、そんな時に歌いたくなっちゃうのがこの曲、ドン松田聖子さんの制服です。この曲、隠れた名曲と皆さん言うんですけど、もうみんな大好きな名曲ですよね。はい、この曲なんかね、シングルの B 面だったっていうような話があってですね、まあでもこれめちゃくちゃいい曲で、なかなか奥が深いです。はい、でこの曲なんですけど、このねやっぱりこうヒストリックでもうねレジェンドな曲ですから、もちろんガズレレ YouTube で過去に取り上げてるんですけども、相当昔なんですね。いや取り上げたのは今見るとめっちゃ不親切なんで、今回2023年版の改訂版としてさらに分かりやすくかっこよく簡単になってやっていきたいと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはかっこいいですよ。いろんなリズムが山盛り、しかも80年代のあの感じがよく出ているリズム、これはかなり脳トレ要素強いんですけど8ビートの世界観なんで結構いけると思います。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高ですけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルだったら、どんな方でもあっという間に本当に音楽ダメで諦めてたというそこの皆さんもどんどんできますからね。やってみたいなと思った方は概要欄に、その始め方、ガズレレで始める楽しいウクレレの始め方リンク貼っとくんで、そこからどんどん動画を見ながらねできるようになってますんでやってみてください。そしてガズレレ YouTube チャンネル課題曲2000曲ぐらいあるんですよ。きっと皆さんね、音楽どうせスタートするんだったらやっぱり自分が好きな曲を選んだ方がいいと思いますからね、そういう時は自分がやってみたい曲、好きな曲スペースガズレレというように YouTube で検索していただくと結構な割合で出てくると思います。また曲も増えているんでね、どんどん楽しく音楽始めていきましょう。さあそういうわけで本日のレッスンの方に入っていきましょう。松田聖子さんの制服、まずはゆっくり初心者さん向け簡単バージョンやってみる。
さんも制服ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。いい曲ですね。この歌詞読んでくださいね。これすごい感動的なんですよ。好きな男の子に、東京に行くからつって、住所をね、もらって嬉しかったんだけど、でも行かなかったんだって。なんでかっていうとね、ただのクラスメイトのままでね、私いいの。失うとき初めて眩しかった時を知る。青春群像でございます。このドラマ性素晴らしい。そして今のね、ガズレレの簡単バージョンのアレンジはですね、松田聖子さんがライブでやっている時のショートカットアレンジで YouTube にね、この長さだったんで取り上げてみました。フルコーラスでやりたいよという方、この感じのね、アレンジを参考にしてもらって、後で自分でコードを書き出して、オリジナルの楽譜を作って挑戦していただくのもいいと思うんですけど、まずはこのガズレレ、松田聖子さんライブバージョンでやってみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それを見ながらウクレレ練習スタートしていただいて、まず1個目のゴール設定としては、簡単バージョンのガズさんと一緒に演奏できるようになったら素晴らしいと思いますよ。できるようになった方おめでとうございます。できるようになった方はどんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はね、ガズレレ動画を一切見ずに皆さん一人だけで歌う、リズムを生み出す、音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのは難しいでしょうから、やっぱり最初は楽譜みたいなものを見て、楽譜を見て何回も何回も練習して、いずれ覚えちゃって、桜の木の下でこの歌を歌う、素敵ですよね。覚えちゃうと最高ですからね。はい。でも楽譜ってどこにあるんだろうと思うかもしれないんですけど、安心してください。今の演奏はですね、はい、このガズさんの手書きノート、もう35冊目になっております。はい、イエーイってやってますけどね、ここに書いた楽譜を見ながらやっていきました。はい、この制服なんですけど、今日ね見てください。実はちょっとこんだけ2枚にわたってんですね。これ激山盛りですよ。もうちょっとしたらこんな感じで大きく写して、みんなもこんな風に、書いてみてよってシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた制服を含むガズが今まで手書きで取り上げてきた膨大なノート楽譜のストックの中から、毎月5曲皆さんがこの曲やりたいな、この曲いいなみたいな感じでお選びいただいて、お手元に即座にデジタルデータとしてダウンロードしていただけるという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回、45分のライブ配信、テーマを決めて、ものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと、毎朝4時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝4時半から365日とってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。2023年改訂版の制服です。松田聖子さんです。今日2枚にわたってるんで1ですね。イントロ見ていきましょう。ここね、印象的なタラララッタッタッタ、これ簡単バージョンもこれいけるんじゃない。あ、ここちょっとかっこいいの忘れて、タッタッタってやってみてください。これは雰囲気わかると思います。ここは伸ばしてって感じで、これイントロで、ここから歌が始まっていきます。でね、今日のこの見て、矢印マーク、これシンコペーションって言うんですけど、リズムが前にズコンズコンと食い込んでるよっていう、かっこいいバージョンだよこの弾き方。これかなりね、内容濃いですよ。はい。で、ここにツタタとかツタタタって書いて、こういうのはですね、かっこいいバージョンでここでちょっとね入れましょうということなんで、後で解説します。簡単バージョンは上の段、かっこいいバージョンは下の段っていう風に覚えておくといいと思います。さあ、こうやって写しておくので、お時間ある方は一時停止してどんどん書いていってください。一時停止ね。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このガズさんの手書きノートをダウンロードしてもらうとめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴は、この歌詞の上にある点とか、この V ですね、これ見てもらうと、ワン、ツー、スリー、フォー、卒業、少々、大体、こんな風に、間のところはこの休符になってですね。はい。傘の、
波に紛れながら、あ、これ裏で全部歌が来てますからね、シンコペーションで、しかもここのね、こういうところもこう全部この点が入ってますから、これをリズムの参考にしていただける。あとカスカードには出てこないこの伸ばすところ、歌詞を伸ばすところとかすごい参考になるんで、これ有効ですね。ぜひね、ガズクラブも、ご活用ください。お時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思います。これね、リズムがいろいろ出てくるんですよ。今日は B メロも C メロもね、後でしっかり解説していきます。かっこいいバージョンでは、まずはここの 1A1B1C まで一時停止いいですか。テロップも合わせてみてください。はい、そしてここですね、サビからブリッジパートに入っていきましょう。はい、内容濃いんですよ。いろんな弾き方出てきますからね。今日はひとまずこれメモっといてください。はい、そしてここも最後の方のね、そうこのままでいいの、ただのクラスメイト、だけでだからね、こうだけどとだけでで変わる、ここで意味が変わりますということで、最後これやります。はい、さあ出てくるコード見ていきましょう。コード8個です。言っていきますよ。 CAmFdmD7E7E7E7 のこれ、この8個はね、簡単入門コードなんで安心してください。これはこれです。ガズレレ必須コードという入門コードのグループです。この10個のね、入門コードのグループの名前なんですけど、これ一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあんのかと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たら超簡単。だけど、バンと1個ね、初心者の人が10個いっぺんに覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになりますから、押さえる場所と名前がごちゃごちゃになる。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃわかりやすくて楽しい動画、概要欄に貼っておきます。ぜひこれ覚えちゃってください。さあ、そしたらかっこいいバージョンの解説入っていく前にですね、まずね、かっこいいバージョン、かなりね、ノートレ要素が強いリズムいっぱい出てくるんで、しっかりこの簡単バージョンコントロールして歌えるようになってからですよ。まずこの8ビートの4つ弾きができてないと次からちょっと難しいですからね。はい、そしたら基本のサイトでかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョン、コードが全く一緒なんです。いろんなリズムが出てきます。今日出てくるリズムをずらずら紹介します。今日はね、8ビートのチャーガズペジを、シンコペーションが出てくるんですね。そしてあとね、ちょっと個別に解説しますけど、80年代風のリズム満載です。これは面白いところなんでやっていきましょう。そしてですね、まずどんどんね、イントロから解説していくと、シンプル簡単バージョンでそうだったけど、ダン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 、ここね、右でダンダンダンって止めちゃってもいいし、カッティングできる人はダンダンダンってこうカッティングしてもいいと思いますが、はい、ここ止めていきます。で、伸ばしてタータータータってやるんですけど、その A メロですね、これ見て、矢印マーク、このシンコペーション、これね、矢印マークはシンコペーションでリズムが前に入っていくよということなんです。これちょっとやってみますね。ゆっくりやってみます。ワン、ツー、サン、はい。卒業証書だいたかさん、なみまぎれながら、スタート。強烈です。これ、シンコペーションと言います。リズムが前にスコンスコンと前に入っていくでしょ。これがね、すごい特徴的なんです、この曲は。これはもう練習するしかないです。で、最後に、ツタッターっていう時では、矢印マーク入ってないでしょ。ここはね、決めでいくよということなんですね。こんな感じで A メロは いきますね。そして B メロ。こっからがですね、いろんなリズム登場。B メロっていうのは4月からはとか E2 です。ここちょっと見てもらうと、タンタタンタタン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 パンみたいな感じあるんですけど、ちょっとやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。4月からはとか E2。このセットです。行ってしまうあなたにパッ。このチャが一回入るんですよ。じゃんじゃじゃんじゃじゃん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 パッ。じゃんじゃ、これがパッチのチャですね。じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃんパッ。このリズムです。で、最後のところはツタタタタタって打ち上げたいと気持ちがあるのところ、ちょっとこのツタタタっていうのよく出てきます。これ。チャッパ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 ッ、これね、この曲でもたくさん出てくるんで、これツタタタタって書いてあったら、この最初の一回チャを弾いてみたいな感じで、次のねバースに行くときに、次変わりますよ、盛り上げますよっていうおかずと言われるようなものがあるんで、ここちょっとやってみると、打ち上げたい気持ちが、こんな感じですね。で、その後 C メロ、でもこのままでいいの、はい、2番だとそうこのままで、ここのところなんですけど、ここがですね、80年代独特のこのリズムです。ドーンドドーン、あのカラオケボックスでみんなやりたかったというか、やっていたでやろう、あのリズムです。それをやってみると、いきますよ。 C メロ、ワン、ツー、スリー。でもこのままでいいの、はい、これです。 C で練習してみましょう。ダウンウタタンチャ、ダウンウタタンチャ、ダウンウタタンチャですからね。手はこうやって振っといてくださいよ。こんな風に表すことができます。ダウンウダダウンチャ、
丸は引く、×は空振り、星は茶です。だ、うん、うん、だ、だ、うん、茶。だ、うん、うん、だ、だ、うん、茶。かっこいいでしょ。ここでリズムが一回ドーンと落ちます。でも、でも、このままでいいの。これやってみてください。はい。そしてこの後、ツタタタタが入って、サビなんですけど、失うとき、はぁ、これは、A メルと同じリズムの感じですね。はい。そしてこの後また来るんですよ。ブリッジパートの桜が枝に咲くところは、なんとなんと、ガズベジオが登場します。ちょっとそこのね、感想、サビの後の感想を、やってみたいと思います。ダン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 、ここから、桜が枝に、ダーラ、ダーラ。これはできますね。ダ、F は、ダーラ。止める。だだ。はい。ここね、急にね、8ビートからガスベジオにクッと切り替えるところ。これ切り替わりのところ難しいですからね。その後も、違う世界で。この後ね、今日一番難しい決めが入ってきます。一人ぼっち、一人ぼっち、生きてるですけど、これを完全なる決めで、でも一個考え方を言うとですね、一人ぼっち、一人ぼっち、生きてる、この通りにウクレレを弾きます。そうすると G7 で、一人ぼっち、一人ぼっち、最後シンコペーションになります。タラタタロットタロットタロットダダダドーンなんですね、基本的には。その後にダダダダダタッタって言って、長いんですよ。 G7 4ブロックの中で表現するんですけど、ちょっとこれやってみますね。せーの、ひとりぼっちひとりぼっち生きてるダダ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 ッタです。ちょっとね、これ練習必要。もうちょっとゆっくりいこうか。ワン、ツー、サン、シー。ひとりぼっち、ひとりぼっち、ダダダダン、ダダダダダダ、タッタ。すごいでしょ？これ決めですね。よりこだわりたい人はカッティングを入れるといいと思います。ひとりぼっち、ひとりぼっち、生きてる、ダダガンダンガンダンガン、ダッタ。これがかっこいいですね。このダンダダダダダ、シンコペーションの後のやつはだんだんこうボリュームも上がってくるといいかも。ひとりぼっち、ひとりぼっち、生きてる、ダン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 、ダッタ。かっこいい。はい。これが終わったら、あとはリズムは繰り返しですからね。その後、駆け抜けるとサビまで。いやー、なかなかちょっと今駆け足で説明しましたけど、いろんなリズムが出てくるんですよ。まず、最初の、シンコペーションの8ビートのチャはもうシンコペーション連続でしょ。その後 B メロは、タンタタンタタン、トントンタン、パン！このリズム。で、次 C メロは、タンタタン、ホー、タンタタン、ホーですからね。いやー、もうマジでもう盛りだくさん。その後ガスペジオが出てきてとかもうね、かなりこれコードは結構入門コードばっかりなんでいけると思うんですけど、これかなりね、まずパートパートに分けてそのリズムの練習した方がいいと思いますね。これね、でも全部のこの弾き方が一つのリズムの中にこれ乗るとかなりこれね、できるようになると気持ちがいいですよ。爽快感もある。ぜひ、やってみてください。そしていつも言ってますけど忘れちゃいけない、このね、演奏テクニックばっかりじゃなくて、やっぱり歌の世界観、この季節を感じながら、この歌詞の世界観想像しながら、この男の子の住所をもらった、好きの東京の住所をもらった女の子の気持ちとかも、そんなのもこうね、こうね、盛り上げていきましょう。感情表現ですから、音楽っていうのは。はい。そんなことも踏まえて、トータルでね、やっぱりこう表現していきたいです。制服松田聖子さん、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。 1, 2, 3 ダン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 I'm not afraid to die.
違う世界で一人ぼっち一人ぼっち生きてる。雨に濡れたメモリーは東京での住所が握りしめて泣いた。聖子さんの制服ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー、演奏直前にあのガズモデルの弦が切れたんでちょっとブラックビューティーに君持ち帰るということになったんですけど、いやー、とにかくリズムがですね、いろんな種類のリズムが出てくるから、このリズムが変わるときに流れがね、リズムのこのうねりみたいなのが止まらないようにする、ここがまた一個難しい。あとは忘れちゃいけない歌に感情を込めてモリモリ歌っていきましょう。さあ皆さん、お知らせです。いよいよ3月12日今度の日曜日になったこのイベントですけど、これちなみに 言わせてください。どなたでも参加できて、別にお子様連れじゃなくても一人でもどなたでも大丈夫です。はい、でどなたでも、何の予約もなく入れるんですけど、ちょっと注意事項がありますんで、ぜひこの渋谷のタワーレコードのイベントに来てほしいんですけど、このね、概要欄に貼っとくね、今日のブログをですね、見ていただいてですね、内容をご確認の上ぜひ来てください。ウクレレ持ってきてね。このね、本が出たというこのイベントなんですけど、渋谷のタワーレコードで無料イベントですから、ぜひ皆さんに会えたらもう最高だと思います。ぜひ、渋谷3月12日足を運んでいただければと思います。盛り上がりましょう。よろしくお願いします。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんですよ。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから。リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもで、ね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。